はい、こんにちは、谷修です。今日ね、 YouTube の更新日で、まあ今日これが動画が上がってると思うんですけど、今日はね、ネタがないネタがないっていうか、ちょっとね、ここ今月はライブがこうかなり短い間隔で続いてるんですよ。ゴールデンウィーク3日連続でやったじゃないですか。で、そこからもう3日4日間隔でポンポンポンと、まあ昨日もライブがあって、で今度5月18日ね、クラブボイスで2ヶ月ぶりにライブをさせてもらうんですけど、そんな感じ で、あとボイスのライブが終わったら多分5月の後半はもう半分ぐらい東京にいないんですよね。なんかそうこうしてるうちに、なんか動画の日ね、今日月曜日なんですけど、だから YouTube の日だなっていうのはもう自分の中にももう刷り込まれてて、あ、 YouTube だと思って今日朝気づいて、あ、なんか今日何載せるんだっけって、まあいつもこの時にはもう更新というか予約投稿が終わってるんですけど、全く終わってないことに気づき、何も動画がないことに気づいてね、でまあ急遽動画を回しております。はい。で今日ちょっと声が軽い感じがするかもしれないんですけど、もう今日はね、朝からちょっとダラダラ運転して、まあ、ちょっと少しずつ、いろんなところ行ったりして、で、もうあまりもう何もしないというか、まあ、曲作りをするしないっていうのは自分の中で大きいんですけど、今日はもう全くしないと、決めたので、なんか心が軽いですねそう、曲作りとか、なんか歌詞を書くっていうのは結構自分の中では割と大変な作業なので、ポンポンポンと出てくる時も、大変は大変なんですよね。だからちょっとその辺を今日しないって決めただけでもね、軽くなるっていうか、まあ、先週もね、行きつけというかよく行ってる整体に、今までで一番やばいとか、言われちゃったので、まあ、体は正直というかね、だからその辺もちょっとこうしっかり体を休めて、ちょっと月の後半に備えたいなっていうのもありですね。はい。ということで、今日はこの、車の中から、ダラダラしてるところをお話しするだけの動画になってしまうんですけど今日ね、今いろいろちょっと予定を終わらせて歯医者さんも向かってます。はい。最近はね、ちょっと真面目に週1回通ってるんですよ。でね、私が歯医者さんに行くときは、雨だね。すごい雨降るな。なんでしょうね。なんか、急遽、歯医者さん行くときになった、いつだっけ ?2 月だっけ ?3 月だっけ動画上げたと思うんですけど、あの日も雪だったでしょ。だから本当歯医者さん行くときは天気が非常にあまり良くない日が続いてるんですけど、あとね、まあ、年内で3回か4回通ってほしいって、言われているので、なんかまあ骨にひびが入ったりっていうところもあるんですけど、なんかどのタイミングかでね、なんかすごい歯を食いしばっているみたいで、まあ、一番可能性が高いのは、まあ、寝てるときですよね。まあ、でも寝てるときね、誰もね、チェックしてくれないから、わかんないし、歯ぎしりが強いのかな、それでひび入っちゃったりするんですかね。あとは、まあ、歌のときとかですかね。でもそんな歌のときに、この、歯に影響があるような歌い方してる自覚はないんですけど、ただライブになると、まあ、無意識のね、力が出る部分もありますし、そこは何とも言えないんですけど、まあ何らかの理由で歯に負担をかけているということでですね、あとね、これ虫歯じゃないっていうところが厄介ですよね。でいずれはもしかしたらね、歯もこうひびが奥の方まで入ってるみたいなんで、まあ、抜かなきゃいけなくなる時も来るかもしれないんですけど、なんかね、歌とかに影響ないと、いいんでいいなとは思うんですけどね。このまま、ですね、まあ、歯医者さんは自分今エコダの方に、今っていうかどれぐらいだろう、東京来た時からネットで調べて、まあ、その歯医者さん行き続けてるので、まあ、それこそね、
東京来た年と同じ年ぐらいか、15、6年ぐらい通ってますかね。だからまあ歯の掃除だったりするのはね、定期的には行ってるんですけど、こんなに頻度高く治療に行くのはこう最近ないですかね。まあここ東京来てから初めてですかね。まあでもやっぱりメンテナンスしだしてもらってから調子いいですよね。前もね、夜中に急にこう歯が痛くなって大変な思いしたんですけどもね、いやー、いい歯医者さんと巡り会えて幸せでございます。雨の日だからね、ちょっと全体的に今日は交通量が多いというか、皆さん安全運転というかね、少し、渋滞が目立ってるんですけど、関係ないね。もう今日本当に気持ちがのんびりしてますね。まあなんかギターもね、今日は弾くのやめようかなと思って、ちょっとこうギター、自分の中でちょっと弾きすぎてしまってですね、神経が痛いというか、ちょっと抑えるともう痛くなってきちゃってるんで、まあその辺もね、休めちゃおうかな。エコダはですね、ね、佐藤もありますし、歯医者終わった頃にちょうど、佐藤がオープンするぐらいだと思うんで、なんかちょっとね、なんか治療が終わった後すぐ食べていいとかね、時と場合によると思うんですけど、ちょっとこう佐藤行っちゃうのもありかもしれないですね。佐藤行ってエコダにはね、2、3軒お茶する、自分のお気に入りの場所があるんで、そこでこうちょっとお茶をしてのんびりしてっていうのもありかもしれないな。それ終わったら、今ね、ユメリアホールの、来月のユメリアホールのね、チケットというか、見に来てくださいっていうのをこう頑張ってるところなんで、少し何軒か回らせてもらってね、そこからこう、帰って、のんびりと溜まりまくっているテレビのね、番組ね、録画で見ながら晩ご飯食べて、早めに寝るみたいな一日にしようかな。いいですね。で、またちょっとね、明日から頑張るっていう。明日からまたこう、通常運転で頑張るための一日にしてますね。したいと思いますね。すごいね。マスク越しにもなんかニヤニヤしてますね、今日ね。なんかね、結局自分で決める仕事なんだけど、やるやらないよね。なんだろう、このやらないと決めただけでのこの気の楽さっていうかね。なんかこう時間があってもできるもんじゃないし、時間がなくてもできるものだし、まあそう考えるとね、やっぱりこう自分の体調だったりメンタル面だったりっていうのはすごい大事だなと思いますね。昨日がね、テルヒメ祭りのお手伝いを朝、6時台に起きてね、7時からお手伝いさせてもらって、その後喫茶店でライブだったんで、なかなかね、早起きして充実した楽しい一日になりましたね。まあしかし体力的にもね、ぐったりと、いい疲れを味わうことができたのでね、それですごい昨日はね、めちゃめちゃぐっすり寝たんですよね。それもあるかな、もうすでに体が軽いですからね。この体が軽い状態で丸一日休もうとしてるわけですけどね、ますます体が軽くなっちゃいますね。体と心のメンテナンスということで今日は過ごしてまいりましょう。よっ、ちょっと待ってくださいね。ほっ、さあ、ひたすら目白通りをね、今まっすぐ走ってるとこですね。もうすぐ神奈川をくぐって、江古田の方面に行くんですけど、どうしようかな、千川通りから入ろうかな。まあいいか、このまままっすぐ行こう。新江古田を曲がりましょう。お、そうこうしてる間にもう10分ぐらい喋ってますね。はい、ちょっとね、来週再来週は、しっかりとね、動画のネタを考えて、早めに予約投稿してですね、東京を離れたいなと思います。はい、
ということで、またメンテナンスが終わりました。私の活躍にご期待いただければと思います。早ければクラブボイスで、遅くてもユメリアホールでお会いしましょう。バイバイ。